おはようございます速回塾の久保です今日も朝早くから放送させていただきます、えー、まあ、そうですねいろいろなことが学びになるってことですかね、えー、今日お伝えするのはねまあ、短くいきましょうかね、えー、であのー、状況の悪い時に自分の進化が問われますんで状況の悪い時に自分がどう動くか動けるか余裕を持てるか人を攻撃するのかいろんなことがあると思いますよね、うん、まあ今回ね多くは言いませんけども一つの ま自、あ、称が落ち着きを出したのかなと思いますけども、うん、私の動画もですね即果塾の塾生さんが主に見てらっしゃるんですけどもそうじゃない方も見てらっしゃるんですよねどちらかというとそういうふうな方が私の情報発信が断片的だということでねご不満を持たれているみたいですけども私肝心なことはすみません限定動画の方でどんどん出してますんで、えー、話がね ちょっと分かんないなとか断片的だなと思われた方は申し訳ないんですけども速歌塾に入っていただいて全部のプログラムをストーリーとして見ていくようにした方がいいのかなと思います、まあ、その中で今回はあの速歌塾これも限定になりますけども私がね8月9日に、えー、今日みたいな日のために撮っておいた動画がありますえー、あ,ありがとうございますひろこさん、えー、ひろこさんねうん本当ありがとうございますなんですけどもひろこさんも本当に信頼してくださって えー、同様の中でもきっと、あのーあのー、いろんなことをね考えてくださったと思うんですよ。で、き、え、ょ、ー、に至ったと思いますけども、うん、結構ね、そうじゃない方もいるんですよ。あそうさんもおはようございます。そうじゃない方もいるんですよね、うん。で、そうじゃない方向けに、私ね、8月9日に実はね、撮影していた動画があるんですよ。今日はそれをおー限定公開ですけどね、即果塾塾生さんにお送りしたいと思います。えー、そちらのの方にね私の 本当のメッセージがありますそしてこれからはですね有料案件ももう紹介しないようにはしようと思います数年がかりで見つけた有料案件もです、えーまあ、私がねお話しするのはいや大変なことゃないですホン皆さんのおかげですからね当然のことでございますんでえー、っと有料案件はまあ例のやつが1個ありますその後に OCBC 銀行をはじめるとするインドネシアの方のね金融情報ですけども 本当はね、まだね、お伝えしたいことがあるんですけども、ここからは、えー、っと私が選んだ方だけにお送りしようかな、うんどうしようかな、まあ、とりあえずあのえ、一般公開でしゃべることはもうないと思います、えー、少なくとも限定公開、速可塾、塾生さんにだけしか超有料案件はもうお話しいたしません、えー、もうね、えー、私もね、ちょっと対応がね、すごくたくさんになっちゃうんで、楽しいんですけどね。 このメールがね200件ぐらいたまったときにどのくらいで返せるかなってウォリアーみたいな感じで返すんですよ結構楽しいんですよそういうところも <laughs> というところもありますけども、あのー、やっぱり熟成さんじゃない方はね過度に不安に感じたりとかまだ,、あのー、まだどうなのか分かんないですけども攻撃性が高いのかなというふうな気はしますね,ねいい情報だけ持っていこうとして自分は何も出さない人っていうのはちょっとね、あのー、なんだかあんまりよくないかなと 思ってきましたああ素晴らしい野々垣さんそうその精神ですよ <laughs> 本当にね無茶な金額い <laughs> っちゃダメですからね <laughs> どんなことでもですよあの絶対はないし安心とか安全だと思った瞬間にそこに隙が生じてますからね安心だ安全だと思えば思うほどリスクヘッジをするということですリスクヘッジの第1は余剰資金だけしか入れないってことですからね無理しないでください焦って億万長者になろうとすると必ずこけるんですよ 私だってね、この例のやつでどうにかなったわけじゃないですからね、アフィリエイト3年以上、5年近くやってきて、即座塾の運営をコツコツやってきて、例のやつの募集なんてのをメインにやらなかったからなんですよ。うんだからね、本当大変だと思いますよあの。一夜にしてどうにかなろうっていうのは、なかなかないと思いますんでね、えー、そして、状況の悪い時こそ、自分の進化が問われますんでね、えー、本当に即座塾の方、皆さんね、温かい方でね、昨日も励ましのメールがたくさんいただいたりとかね。 私を擁護してくださる方ばかりで、いやー、よかったなと思います。本当にね、私はね、熟成さんには1円も損さしせた,したくないですからね、そのためにやってるところもありますんで、えーまあ、今のところ損はしてないと思うんですけどね、どなたも。あのー、どうですかね、あれ、A だ、A だか。A だの含み損出てるかもしれないですね。あのー、なんですかね。A だっていうのは、確かに時間がかかるよとは言ったのと、プレセールで買ったら、 値上がりしてるよってことだったんですけども上場後の買うタイミングっていうのはみんな違いますんでねうんまあそんなところでございますはいまた会いましょうそれ <laughs> では、えー、と8月9日の限定動画を草加熟成さんにはお届けしておきますどんな気持ちで私が8月9日いたのかということですねえっ、ー、ともうね1ヶ月経ちますけどもね1ヶ月間その気持ちを押しながらずっと私は対応していましたということでございますあどうもありがとうございますこれからもひろこさんよろしくお願いします